たちです。はい、ということで今週もビートボックス講座、ビートボクサーへの道、始めていきたいと思います。これまでね、ビートだったりベースだったりいろんな音をやってきたんですけど、今回やる音はめっちゃ使えます。その音はクラブスクラッチ。はい、このスクラッチの音ですね。ちなみにこの音って、まあ、ビートボクサーからしたらもう初級レベルみたいな風に思われてたりもするんですけど、やっぱりね、どこに行ってもこのスクラッチをやると、こうやっぱ一般の方が見てる時とかにすごいおーって思ってくれるし、あとはこう楽器とセッションしたりした時に、例えばドラムとかいると音が埋もれやすいんですよね、普通のビートの音って。なんだけどこのスクラッチの音ってやっぱり他の楽器には出せないような音がこう入ってくるので、まあ、そういう意味でもね、スクラッチってやっぱりすごく僕はまあいいんじゃないかなって。このなんだろう、こするリズムとかで、個性を見せたりとか表現とか、できると思うので、覚えて損はないと思うので、ぜひ覚えてもらえたらと思います。はい、ということで、じゃ早速やり方なんですけども、まずね、見てわかる通り、手を使います。はい、手、右手でも左手でも、どちらでも大丈夫です。自分ができそうな方、まあ、いや、こっちの手がいいなっていう方で、大丈夫です。で、僕の場合左で普段やってるんですけど、この手を直角に、このね、親指以外の指を全部直角に曲げます。で、ここに親指をキュッとくっつけます。こうですね。こんな感じです。OK。で、ここのね、親指と人差し指のこのくっついてる部分あるんじゃないですか。ここを口の真ん中に持ってきます。ここですね。ここ。で、まあ、位置はね、多少こう自分で動かしてみながらでもいいんですけど、この状態で息を吸います。こんな感じでね、隙間からこう入ってくる音みたいな音が出ればバッチリです。これが鳴らなかったら、自分でね、鳴るポイントをね、いくつか探してみてください。で、特にこれ本当に初めて挑戦されるっていう方は、僕がおすすめしたいのは、お風呂上がりですね。シャワーでもいいんですけど、お風呂上がりとかのちょっと湿ってるけど、濡れてないっていうか、拭き取った後ね、ちょっと、ヘリコプターの音がちょっとね、湿ってるぐらいの手の状態で、やると、結構、なりやすいです。最初にね、コツをつかむとき、やっぱりこう、音が一回、あ、こういう感じになるんだっていうのがつかめた方がね、その後練習もしやすいと思うので、まずね、お風呂上がりとかにされることをおすすめします。ちなみに僕は、下の方から息を吸い上げるような感覚で吸ってます。上の方から、ではなくて、下、ちょっと下の方に隙間を開けて、と吸ってますね。で、吸うときの口も、普通にまあ、ふーとかほーっていう口の形ですね。これで、この音が鳴ります。はい、で、この音が鳴ったら、ここからですね、今のままだとただのこう、風のちょっと隙間風みたいな音なんですけど、ここからどうやってスクラッチにするかというと、トゥクトゥクって吸ったり、トゥクルって吸ったりします。基本的には、まあ普通にトゥーと吸うもの、そして、トゥクッと吸うもの。そして、トゥクルッと吸うもの。そして、トゥフッと吸うもの。この4つぐらいかな。この4つぐらいのパターンを、組み合わせたりして、スクラッチの、パターンを作ってます。最初はね、吸いすぎちゃうことがあると思うんですけど、もう最初はとにかくトライしていって、で、コツを掴んでいただければと思います。で、ここまで来たら、今度はね、最後に高低差をつけるですね。例えば、
で、同じ一定のこう、ニュアンスでいくとあんまりこうかっこよくなかったり、スクラッチっぽくなかったりするんですけど、これを、っていう感じで、高低差をつけると、メリハリがついて、よりこのスクラッチこすってる感じが出ますね。トゥーが基本的には低くて、トゥクとか、トゥフとか、トゥクルっていうのは、結構高めに音を出すように意識したらいいと思います。これは吸い方ですね。ギュッと手に力入れたり、息をね、勢いよく吸い込むと、高い音になって、手をちょっと緩めにね、力まずに、そして息もね、緩く吸うと、という、深い音になります。これで高低差が。はい、いかがだったでしょうか。まあ、細かく言うとね、もうちょっとだけあったりするので、またそれは次回か、別の動画で出そうかなと思います。基本的にはスクラッチのやり方、教えた通りでやれば、できるようになります。そしてこれね、まあ、例えばやっぱカラオケとか行ってあると、ものすごい、盛り上がります。なのでぜひ皆さん、まあ、ビートボックスね、やられてない方とかでも、ちょっとだけね、できるとやっぱり、一芸持てると思うので、そういうものが欲しい方とかね、ぜひやってみてください。はい、ということで今回は、スクラッチ講座でした。また次の動画でお会いしましょう。See you next! Beat